地球温暖化は各地に異常気象をもたらしています。最も大きな原因は大気中に増え続ける二酸化炭素だと言われています。二酸化炭素を出さないエネルギーの切り札として水素が注目されています。この水素を作る水電解、水素から電力を作る燃料電池の研究で山梨大学は国内トップレベル、そして世界をリードしています。自分の研究が世界を変えるかもしれない、そんなふうに思うんです。日本屈指の研究環境で日々実用的なものづくりにつながる研究をしています。実際に山梨大学では水素で動く自転車を作っています。地球温暖化を抑制できる水素社会の実現まであと少しだと思うんです。そんな未来に向かって挑戦を続けていきます。山梨大学から一歩を、世界に近い未来に近い山梨大学。